皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。17日の兵庫県知事選挙で再選を果たした斎藤元彦前知事のパワハラなどの疑惑を調査する県議会の百条委員会が18日、兵庫県庁で会見を開き、今回の選挙戦で特定の候補者から言葉の暴力により家族が非難を余儀なくされたなどと訴えました。委員を務めていた県議の1人は18日、 議会事務局に辞職願いを届け出ています奥谷委員長は、選挙期間中に NHK から国民を守る党、党首の立花隆氏が奥谷氏の自宅の前で街頭演説を行い、引きこもってないで家から出てこい、これ以上、脅して奥谷が自首しても困るのでこのくらいにしておくと言われたことを明かしました。奥谷氏は 母親に避難をさせる措置を取ったことを打ち明け、家族が怖い思いをしたのは大変遺憾。今後、厳正に対応していきたいと述べました。竹内県議は辞職願、言葉の暴力が拡散して、家族が狂乱状態に。さらに、18日、竹内秀明県議が議会事務局に辞職願いを届け出たことが明らかになっています。上野秀和委員は、竹内県議から、 言葉の暴力が拡散して、家族が狂乱状態までになった。昨晩も話をしっかりしたが、家族から政治の道から退いてほしいと話があったと相談を受けたと話し、優秀な議員を追い込むほどのネットの怖さ、これを武器として選挙をする怖さがある。この問題をしっかりしないと、この国の政治が歪んでしまうと危機感をあらわにしました。奥谷委員長は 調査を最後までやり遂げることで粛々と調査を進めることが大事。これまで通り調査を進めることに投資したいと述べました。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。